はい、おはようございます。カッパパです、ここはね、もう僕の動画でご存知、鳩町峠です。ということでございまして、今日はですね、尾瀬ヶ原に降りて、尾瀬小屋さんで一泊します。ということでございましてね、恒例ですね、5月の3週目、尾瀬小屋さんの小屋明けに合わせてやってまいりました。それでね、今回歩くコースはですね、恒例の綾目平を歩いてから尾瀬ヶ原に下るというね、ちょっと忙しいあのコースではなくてですね、今回は尾瀬ヶ原のど真ん中をゆっくりゆっくり歩く。まあ、なんて言いますかね、要はね、こう時間にとらわれずゆっくり歩くということが今回のテーマです。まあ、この時期ですからね、水芭蕉や龍金花などを楽しみながらね、まあ、途中途中通る山小屋さんで、まあ、ゆっくり休んだりね、はい。それではね、まあ、今回大体のコースなんですけど、まずね、鳩町からこう山の花に下ってですね、まず研究見本園をゆっくり時間かけて回りたいと思います。でね、研究見本園って、皆さん、まあ、知ってる方はもちろんいると思いますけど、私物登るときに、そこの真ん中を突き切ってますよね。鹿の柵があるとこね。あそこですよ。で、僕もね、この研究見本園って、もちろん行ったことあるんですけど、過去に1回か2回だけなんですが、実はね、ここ超穴場なんですよ。はい。で、その後はですね、牛首方面にま進んでですね、まあ、途中、下の大堀川で水芭蕉を撮影したり、あとはよっぴつり芭蕉を渡ってね、まあ、新潟県に入って、で、東電小屋で休憩、そして見晴らしに至るというね、約13キロかな、それぐらいのコースです。というわけでね、今回は、まあ、いつもより、もうゆるゆる歩きですから、まあ、僕のね、ぼやきも心なしか多めだと思うんですが、まあ、とりあえずね、それではスローなお世時間をお楽しみください。ね、そう、研究。うわー、もう全然雪ないね。3週間前はこうです。行きます。まあ雪があった季節はね、まあ、多分ここら辺まで雪が、まあ、積もってたんだと思いますけど、はい、もうすっかりね、溶けて、しかも乾いてるしね。はい、今日もね、トレランシューズ、最近これにハマっちゃってね、まあ、今日は木道歩きですから、まあ、あえてトレランシューズを履いてきました。カウママがね、DJI のポケット3買ったんで、多分今日がデビューだと思うんですよね。なんかすごい張り切ってるんで。なんだっけ、1インチセンサーだっけ、なんか相当でかいセンサーついてるんで、まあ、映り半端ないと思うんですよね。お、私物。いやー、木道の上歩くとさ、まあ完璧滑んないし、まあ、なんせもね、ふわふわでいいですね、そこが。かといってね、すごい不安定なわけじゃなくて、まあ、靴底が広いので、まあ、しっかりグリップしてるというか、なんか上を支えてるというか、まあ、いいっすね。ほんと、これ買ってよかったよ。これはね、本当にいいものはいいって、俺は言うんだけど、これはいいわ。はい、赤い電柱。前もね、動画で言ったことあるんだけど、赤い電柱がね、まあ目印で、まあこれ以降はね、まあ沢沿いに沿って歩くことになるんで、あんまりアップダウンがないんですよ。うん、まあ多少はあるけどね。はい、ここから先はね、まあ多少の下りになりますけど、ゆったりとした、川沿いのね、まあ河原というかね、まあ、そういうところを山の花まで歩いていくことになります。おー。
日差しがね、まあ、強くなってきた、暑くなってきた。今僕こんな感じです。ジャイアンみたいな格好してます。半袖半ズボンでね、まあ、朝のね鳩町はめちゃくちゃ寒かったんだけど、もうどんどんね気温が上がってきてるみたいで、この格好で歩いててもね、まあ、ちょっと汗ばんでますね。夏が来れば思い出すってあるけど、本当ね尾瀬の夏ってね、ほんで今ぐらいからなんですよ。で、下界の夏、いわゆる8月とかね、9月頃には、もう尾瀬はもうすでに秋なんで、尾瀬の夏っていうのはね、5、6、7かな、やっぱりね。あ、そう言ってるうちにね、ここはね、この先、天馬沢ですね。水芭蕉の楽園です。うわ、すご。うわ、すごいね。3週間前に来た時はもうここら辺雪でまあ埋もれちゃってね、もう何も見えなかったんですけど、うわーすごい、これはいい時来たね。うわー、ここはすごいね。いやー、ここ最近ねちょっと時期を逃しちゃったんですけど、うわー天馬沢今最高じゃないこれ。はい、天馬沢を過ぎるとね、もうこっから先は山の花まで、そうですね、もうほぼ平らですね。だいたい距離はね、まあ、1.4 キロとか、多分そんなもんなんで、まあ、15分ぐらいで山の花に着きます。はい、じゃあここはね、こっから先のんびり行きましょう。いやー、本当に今年はね、雪解け早いわ。うん。橋を渡ると山の花まで、まあ、2、3分ですね。3週間前来た時はね、もう葉っぱなんて全然ついてなかったんだけど、もう急に芽吹いてね、もう一気に緑になってきましたね。あー気持ちいい。はい、山の花地区に、ね、入ってきました。いやー本当にもう残雪はないね。はい、ここがね、あ、ビジターセンターです。あ、もうやってるね。で、こちらがおなじみね、山の花のキャンプ場です。去年なんかね熊が出たんで閉鎖になってたんだけど、3週間前はやってたね、ここ。はい、で、この奥ね、あそこに見えるのが、公衆トイレ。まあ、使うときはね、100円入れてってください。はい、こっちがね、無料の休憩所。で、こっちがね、有名な四物山荘ですね。で、四物山荘の向こうにもね、山小屋さんが続いてます。おお。はい、3週間前来た時はね、ここ雪で埋まってたんで、掘り出してね、座ってました。
こっち行くとね、尾瀬ヶ原なんですけど、今回はですね、あっちね、尾瀬ヶ原と反対方向ね、これ至仏山に登る方なんですけど、こう研究見本園ってあるんですよ。まあ、この道は、さっきも言った通り、この道ずっと来たのは至仏山登る登山道なんですけど、まあ、今日は閉鎖されてますんで、ここね、研究見本園をね、こうぐるっと回ってみたいと思います。多分ね、カブパパ動画では、ここぐるっと回るのは多分初めてだと思います。見たことない方もいらっしゃると思うんで、今回ね、まあいい機会なんでご紹介したいと思います。はい、これがね、研究見本園の、まあ、マップなんですけど、まあ今赤いとこね、現在地。で、ここずっと行くとね、至仏山。去年の10月ぐらいかな、ここ登って、至仏山登ったんですけど、今回は、まあ、時計回りに行くと、こういう感じですね。ぐるーっと。多分3、40分で回れちゃうんだけど、まあ、それぞれね、どういうのが植わってるかとか、まあ、目安ですね。はい。まあ、時期的にね、全然咲いてない花とかもあるんですけど、まあ、ちょっと見てみようと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、おいいね。おお、すごい。はい、鹿の柵をね、越えます。はい、こんな感じです。はい、目の前は至仏ですね。あ、登山道見えるね。はい。これ研究見本園という名前ですから、なんかここで何かの研究されてるのかなとかね。まあそういうふうに思われる方が多いと思うんですけど、実はね、ここ全然特別他のところに植わってるやつをね、ここに持ってきたとかね、そういうんじゃないんですよね。あくまでもこう自然にこうできちゃったんですよね。そう。だからね、こう研究所の職員がね、なんかをここに持ってきて増やしてるとか、まあ一切そういうことはなくて、本当に自然にできた地形で自然にね、こう花とかが植わってるところ、まあそこをね、ぐるぐるこう巡ってるというような感じなんですね。ですからね、本当の意味でね、手が加わってないっていうのはね、尾瀬ヶ原もここも一緒でね。まあある意味、まあいろんな植物や花がね、凝縮してるってことを考えれば、本当に尾瀬の縮図みたいなとこですね。こういう池塘もあるしね。おお。ケロケロ、カエルの声が聞こえるの、これ。まあ、シーズンになるとね、もうここも羊草で埋まるんだろうけど。素晴らしいね、ここは、本当に。あ、向こうに日打ち畑が見えるね。ここら辺で聞こえるよ。そこら辺。ゲロゲロって、ゲロゲロって言ってる。
南妙法蓮って感じだろ。分かったよ。わあ、研究見本園のね、これ反対側だけど。わあ、ここもすごいな。あのね、僕はね、いろいろあのコメントでね、いただくんですけど、水場所一番綺麗なとこどこですかっていう、非常に答えづらい難しい質問があるんですよね。まあ、いろんな条件によって変わってくるんですけど、ただ僕は大体ですね、毎年、外れがないのはあの、吉っぽりって言いましてね、よっぴつり橋の先なんですけど、まあ、あそこら辺がね、まだ外れないなと思ってんだけど、この研究見本園も、これなかなかすごいですね、これ。圧倒的だね、これ。うわぁ。これはすごいよ。真っ白だよ。わかりますこれ。向こうまで真っ白だよ、これ。真っ白だよ。うわ、いやぁ。これはすごいよ。うわぁ、真っ黒。ねえ、さっきも言ったけど、研究見本園ってさ、俺の動画にしたことはなかったんだけど、この、なんていうかな、こう密度というか、単位面積あたりの植わってる数、では、ヨシッポリ以上だね、これ。すごいな。本当にね、これ GoPro っていうか、これ DJI のアクション4っていうので撮ってるんだけど、どれぐらいね、これきちんと映ってるかこう不安なんだけど、真っ白ですよ。で、時折ね、これ龍金花。はい、研究見本園、すごかったですね。実は尾瀬でね、一番の穴場だという意味がよくわかりました。それではですね、今から尾瀬ヶ原突入と行きたいところなんですが、カメラの設定を間違えちゃって、なんかね、山の花から尾瀬ヶ原に出る大事なシーン、これがね、タイムラプスになっちゃって音が取れてないんですよ、こんな感じで。というわけでございましてね、シーンはいきなり下の大堀側に飛びます。ではどうぞ。はい、それではですね、下の大堀川、だいぶねごった返してましたけど、ゆっくり休憩できました。やっぱりね、まあ一時期よりも水場所の株が少なくなってはいますけど、やっぱりいいところですよね。うん。はい、じゃあこれからですね、もう見えちゃってますけど、竜宮方面ですね。もうね、時間的にはね10時45分なんで、だいぶお腹が空いてるんで、まあなんかね、持ってきたおにぎりかなんかあるんで、まあ一服したいと思います。はい、もう見ていただいている通り、ここがね、まあ、竜宮現象っていうね、まあ、要は水が潜るところですね。見た通りね、三方から水が流れてるんだけど、最終的に水どこ行くかわかんないでしょ。これ全部ね、流れ着いた真ん中で地下に沈むんですよ。だからすごい深いので、その沈んだ水がですね、この向こう側、カメラの向けてる方に湧き出てるんです。これがね、竜宮現象って言って、今から行ってみたいと思います。はい、ここがですね、さっきあの沈み込んだ水がね、湧き出てるポイント、まあ竜宮現象の出口ですね。だからかなりここ深いんですよ。もう何メートルなんかね、2メーター超えてると思うんだけど、まあ、そんな感じでね、出てきます。だからね、人間がドボンって入ってね、あそこから沈んであそこに出てくるって、そういうわけじゃないんだけど、これ水のね、こう回っていく現象ですね。はい、ということでございまして、まあ、竜宮っていうね、まあ、その場所の由来は、まあ、そういうものがね、まあ、そういう現象があるということから来てます。ああ、竜宮小屋が見えてきましたね。カムアムがなんか撮ってる。おお、すごい。竜金花が。実に綺麗。かわいいね。うん、おぉ。ここはさ、もう、毎年咲くね、竜金花、ここは。
すごい綺麗。はい、ここはね、竜宮十字路ですね。はい、牛首分岐と同じように、まあ、多数のねベンチテーブルが設置されてます。はい、ここはね左行くとよっぴつり橋で、右行くとね、富士見峠方面で、そのままずっと行くとね、あやめ平に向かいます。で、まっすぐは、まあ、見えてる通り、竜宮小屋ですね。で、そのまままっすぐ行くと見晴らしです。じゃあここで休憩してきますか。休憩。あ、お腹減った。うめ。ああ、美味しかったね。美味しかったね。美味しかった。もう、ついうとうとしちゃったよ。こんな陽気がいいんだもん、これ。うん。はい、じゃあね、ちょっと、竜宮の小屋の方、行ってみましょう。湧き水が美味しいんで汲んできます。おお、賑わってんね、相変わらず。よし、行くか。はい、竜宮の小屋でね、飯食ってコーラ飲んで、まあ、少し眠くなっちゃったんで休んでました。いやー、いいねー。今日はさ、あやめ平も行かないし、三条の滝の方も行かないから、ほんとね、のんびり、ほんとこんなのんびりのペース、俺生まれて初めてかもしんないな。ほんとね、行く先々ベンチがあればね、座るしね、なんか20歳ぐらい老けちゃったような感じするんだけど、まあゆっくり楽しく 歩いてます。はい、あそこのね、竜宮の十字路まで戻って、こう右ですね、あのよっぴつり橋通って東電小屋の方歩いてみたいと思います。じゃあ、はい、竜宮十字路、ここをね、こっちですね、東電小屋方面に向かいます。はい、分岐です。よし、
はい、ヨピスリ橋。久しぶりだね。しばらく来てなかったんで。はい、ヨッピーです、ヨッピー。かけ声、ヨッピーはい、ヨッピー釣り橋を渡りましたさっきね、あのヨッピーって掛け声はね、もともとそんな掛け声なんてなかったんですけど、あの関西登山機のねまさきさんとかしげちゃんがね始めた遊びです。こんにちは。はい、ヨッピの釣り橋を渡るとね、ここがね、ヨシッポリって言うんですよね。ヨシッポリ湿原。ヨシッポリ田代か。いや、ないね。ないね。ここ。いや、ちょっとね、やっぱ時期がね、合ってなかったね、今回は。合ってる場所と合ってない場所がやっぱありましたね。でもね、ここは、何が一番すごいかっていうと、日光湿原なんです。ヨシッポリは日光キスゲ。あの、前ね、僕が撮った写真ここでポンと載せますけど、こんな感じです。すごいでしょ。真っ黄色に染まるんですよ。まあ日光キスゲは7月だけどね。あら、いいね。いい感じだね。はーい、東電小屋が見えてきました。いいね。ここはね、動画で何回か言ってるんですけど、大学の先輩がね、ここを運営してる会社に勤めてたこともあってね、オゼリン業って会社だったんですね。今ね、なんだっけ。東電の子会社なんだけどね、パワーテクノロジーって言ったかな。今はね。で、それでね、まあ、それの縁でね、ちょっとアルバイトしたことあるんですよ、学生の頃。そんでね、まあ、尾瀬の山小屋の中でもね、まあ、僕最初に泊まったのが多分ここだと思うんだけど、まあ、当時とちょっとたたずまい変わってますけどね。まあ、非常にね、僕の好きな山小屋です。久しぶりだな。はい、東電小屋です。ここね、夏になると、ここにね、でっかいなんていうか水槽というか、水溜めてね、まあ、ビールとかジュース、冷やして売ってるんですけどね、それが美味しくてね。はい、で、向かいがね、休憩所ですね。まあ、売店。さて。で、この売店の横が、公衆トイレです。非常に綺麗なんで、よく使わさせてもらってます。はい、じゃあお借りしまーす。ありがとうございます。おなじみの道でも見ながら、どうぞどうぞ。じゃあ、はい、いただきます。すごいね。本格的だ。本格的コーヒーを押せて、うん、すごいすごい嬉しい。じゃじゃーん。さあ、いただきますか、うん、
違いのわかる男のゴールドブレンド、野口健さんです、うん、山形の山形の酒。ああもうそのもんだ。すみませんいただきます。あ、乾杯。じゃあどうも乾杯。乾杯。